15キロのあっこです。取れた、ふっちゃー、取れた、のあんこはもうこれパラパラ、もう透明で色付きと、もう胃袋
エラ食べれるの？食べれます。待ってね。これがアンコウの胃袋です。あとアンコウの上の皮ですね。次、これはアンコウの腹の腹側です。腹の皮です。これはアンコウの唇。唇の皮です。あとこのグロテスクなのがアンコウのエラです。あとこれはアンコウの卵ですね。卵、アンコウの卵です。あとこれは枝肉、柳肉とですけど、身がついた骨と一緒に食べるといいですね。